岡山の町の礎を築いた戦国武将、宇喜多直家・秀家親子の法要が今日、岡山市の菩提寺で行われました。バレンタインデーにちなみ、訪れた人たちは仏前にチョコレートを供えました。岡山市北区の高鎮寺では毎年2月14日の直家の命日に合わせ法要が行われています。命日がバレンタインデーであることから、2009年に歴史ファンがチョコを供えて以来、毎年法要に合わせてたくさんのチョコが供えられます。息子の秀家の生誕から450年を迎える今年の法要には、およそ20人が訪れ、焼香をした後、チョコを供えていきました。岡山の礎を作った方なので、そのため のお礼の気持ちです。本当ならね、チョコレート食べてもらいたいですよね。豊臣御大老の一人ということで、かなり頑張って来られた方なので、ね、忍んでいただいてですね、皆さんに知っていただけるといいんだろうなと思います。法要の後は、秀家の PR 大使を務めるソプラノ歌手、天貝真世さんが2人に捧げる歌を披露しました。